はい、タンタンです。ウクレレですね。ティキティキ、と、うちの会社ですね。うちの会社から出しております。オリジナルウクレレ、ティキティキの HKT5A ですね。5A グレードのハワイアンコアを贅沢に使用した、こちらはテナーウクレレになってます。すごい細かいトラ木が綺麗ですよ。サイドも美しいですね。裏はすごいですね。サップ綺麗な個体ですね。これは個体によってちょっと変わるんで、この個体シリアル番号006番のこのコアの個体、の、特徴というかいいところですね。すごい綺麗です。これこんな感じの仕上がりをした HKT5A ですね。グレードの高い材を使ってで、ローズ指板のヘッドの付き板も 5A グレードで仕上げてます。ティキティキの、ヴィンテージスタイルといいますかね、テナーのスタイルで、UPT のペグも使いやすいですね。で、べっ甲柄のバインディングにて仕上げた、完全国産の、ウクレレに仕上がっております。ロングサドルなんかもね、あとこのピン止めのね、ブリッジもね、ヴィンテージスタイルでなかなかいいのではないでしょうか。弾いてみましょう。深いサウンドが出ますね。はっきりしたクリアなサウンドも特徴的ですし、明るさだけじゃなくって深みのある音っていうのが魅力かなと思います。ここのフレットの太さもちょっとウクレレにしては太いフレットを打ってますんで、音の飛びがね、非常にいいと思います。現物動画だけではわからないと思いますので、是非店頭でご覧いただければなと思っております。この答え今、ギターショップタンタンの柏店に展示販売しておりますので、ぜひこのサップの006番モデルを、お手に取っていただければなと思っております。そんな感じで、ティキティキの HKT5A シリアルが006のテナーハワイアンコアウクレレでございます。お問い合わせお待ちしてます。タンタンでした。